はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、タワーバトル機械を仕掛け編究極こちらのフロア4ですね、攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。では BT 見ていきましょう。思ったらリーダーは何もつけてないですね。ネゴジリですね。ネゴジリはゲージ要員です。今回活躍するのはやはりこの方、アバポルですね。決死剣風蘇生ですね、をつけてます。もう大丈夫です。ゲージさえ管理できてれば大丈夫です。そしてリンクスキルはシーザーですね、つけてます。フレンドはこれまたアバポルですね。アバポル同士2人仲良くいけるか、でもやはり私の方を優先していきたいですね。では参ります。もうね、時間がかかろうが関係なく、アバポルでいけますね。さあアバポルでアバヨしていきましょう。アバヨード、そして全員死亡、そしてアバヨ、アバヨです。さあそしてなくなりました。これで、倒しちゃいましたね、倒しちゃいました。意外に攻撃力が高かった。ここまでは予想外でした。私は予想外でした。さあ行きましょう。剣風のおかげでね、弾かないんでありがたいですね。さあ全員を倒せてますね。そしてナイフに向かっていっても投げてくれるので本当にありがたい感じです。さあやど CS をしますが何もできないです。そしてアバヨです。さあ続いては、ダービー兄弟にね当たらないように一応まあナイフを処理しながら、ああ当たってしまった。あ、何もなかったですね。はい、ダービー兄弟アバヨですね。さあそして誰だっけゲニジーでしたね。ゲニジーをアバヨしていきましょう。さあ今度はユカコもアバヨしていきましょう。ついでに光一君もアバヨですね。さあ今度はカウンターがされても困るので少し離れた状態でいきましょう。そしてアバヨです。さあ第2ラウンド終了。そして第3ラウンドですね。第3ラウンドはもう何もせずに、でもあーっとゲージじゃない体力が回復してしまった。アバヨです。さあここでアバヨしたままで倒してくれるのでありがたいです。またアバヨです。してくれました。そして、ワニアイスをね倒していきたいのでワニアイス相手にしていきましょう。ワニアイスのためだけにアバヨしていきましょう。ワニアイス動きますね。なぜ動く。ワニアイス、お前さん動いちゃダメでしょう。攻撃は一応当たっておりますね。ではタルカス目指していきましょう。どうせ動いてしまうなら他のユニットをね倒しに行きましょう。ちょうどいいところに行ってみますね。これでアバヨです。さあこれでアバヨしてくれます。タルカスアバヨ、これはちょっとやってしまいましたね。あ、でも倒れるところに降ってきました。ありがとう。さあこれで倒せました。意外に強かった。そして警備長もこれでアバイをできるはず。さあ警備長は動けない。アバイを
慶長まだ強かったですね。さあ誰も動けない状態で青谷です。さあリンクも取っていき、キリンも取っていき、全員おっとできないですね。ジョセフが生き残った。ジョセフもこれでいけるか、いきましたね。はい、終わりです。第3ラウンドクリア。そして第4ラウンドですね。まずはマニシボイから倒していきましょう。おっと、そうでした、忘れておりました。体力1なのにね、目玉にね、いっちゃいけないですね。それは本当間違いのもとですね。何をしてたんだって感じですけど、暗黒空間でいってますが、そしてなぜか動く上院議員、ピタッと止まって、おはようです。ですね、こういうのなくしたいですね。はい、行きましょう。あわよです。ああいうね、ちょっとしたミスですねみたいなのはやめていきましょう。本当にやめたいですね。上院議員動く、面倒ですね。上院議員とバニラアイスが面倒です。まあ、これで暴れをしました。上院議員も変なところに行っちゃいましたね。というか動きすぎましたね、私が。さあこれで倒せるか。上院議員がなぜか場所を知ってるってね、すごい話です。さあ今度は、目玉に当たっても大丈夫な感じです。さあ今度こそ倒しきれるか。倒せる位置にはいない。バニラアイスが本当に面倒だ、こういう時は取っておきましょう。目玉ですね、目玉を取っておきましょう。横缶みたいな感じで進んでくれればこれはありがたいんですが、今度は縦缶ですね。これはありがたい、しかしなんだって感じですね。さあこれでおっとやってしまった。なぜ何かをやってしまった。あ、そうですね、目玉を取ったおかげで距離がね、移動距離が少なかったんですね。思いのほか少なくてびっくりしました。さあバニラアイスがね、余裕で倒せないと困るんですが、余裕で倒せそうにないですね。これで暴れをしていきたいです。暴れをしていけるか。近づいてくれない。横缶ですね、横缶していきましょう。さあこれでアバヨできるか。アバヨできそうにない。微妙に いけないと思いますね。さあこれで縦缶ぐらいしてくれるか。斜め缶は辛い、斜め感は辛いぞ。おっといいところにいた。しかしこれだけしか減らすことができない。
長い戦いになりそうです。さあどん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 倒していきたいんですけどね。さあどん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 倒しましょう。倒していければ倒していきましょう。あばよで、あばよで、うん、なんかいい感じに弱点とかつけていって、よいい感じですね。あばよしてます。これで、あばよできるはずです。バニラアイス、あばよできない。もう一回、バニラアイス、今度こそ、うん、あばよできました。さあ、最終ラウンドです。ラウンドでいきましょう。さあバニラアイスに向かってあばよです。さあどうしても大丈夫。さあこれでギギが倒れる。そしてここで自分も倒される。そして降ってくるでまたアブドゥルに倒される感じですかね。どうだ。アブドゥルに全員かばわれてどうしようもない感じです。さあ暴れしていきます。さあジジイが倒れる。そしてボルナリフがこうしてやってきます。さあ今度こそいい位置だと思うんですが、バニラアイスは倒せていない。さすがボスですね。テレンスがいます。縛られてるっても大丈夫。まずはボルナレフを倒していきたいですね。ボルナレフを倒していきましょう。ボルナレフまだ生き残ってる。あばよです。ボルナレフを倒していければいいんですが、うん、倒せました。さあそしてバニラアイスを倒していきましょう。バニラアイスを一気にと倒していきます。バニラアイス CS を発動するが相手がいないので何もできない。さあバニラアイスをこれで倒せるか。倒せた。次はジョータローですね。ジョータローに対して CS です。ジョータローこれで倒せるか。ジョータロー倒せました。さあどっち切ったような感じですが、まあいいでしょう。テレンスに対してチキっている感じですが、まあいいですでしょう。これでテレンスは、うん、スキルゲージが3減るのでやっぱりチキってていいですね。切るぐらいがちょうどいいです。はい、これで合わせたハーブです。はい、無事倒せました。ありがとうございます。やはり強いですね。アバポルは強かったです。ありがとうございます。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。続いてはですね、究極のフロア5ですね、攻略していきたいと思います。ではラーサム対